栗沢駅は、北海道岩見沢市栗沢町北本町にある、北海道旅客鉄道室蘭本線の駅である。電報略号枠は、旧栗沢町の代表駅で、中心部の一角にあるが無人駅となっている。1976年の栗沢駅と、周囲 1km 範囲。上が、岩見沢方面。単式と島式の複合型ホーム2面3線で、 1.2番線間に対比用の中線を持つ。駅舎横の追い分け側に、駅舎より大きな貨物取扱所を持つ貨物ホームと2本の引っ込み線を有している。国土交通省国土画像情報をもとに、作成当駅の所在する地名より、由来はアイヌ語のヤオナイの和訳、とする説と、栗の木が多く茂っていたことによる和妙とする説がある。旧駅名の精神符は、 当時の地名であり、現在も河川名に残っている。アイヌ語の清間に由来する、単式ホーム一面一線を有する地上駅。ホームは線路の東側に存在する、電鉄機を持たない防線駅となっている。かつては単式ホーム、島式ホーム複合型二面三線を有する地上駅で列車交換可能な交換駅であった。互いのホームは、 短式ホーム中央部分と島式ホーム北側を結んだ古選橋で連絡していた。古選橋はこの字型であった。線路東側の駅舎側短式ホームが上り1番線、対向側島式ホーム駅舎側が下り2番線、島式ホームの駅舎と反対側の線が上下共用の副本線の3番線となっていた。その他、安全側線と1番線のおしまんべ方から分岐し、 駅舎南側への行き止まりの側線を一線、有していた。交換設備運用廃止後は副本線を含めた、線路と島式ホームは撤去されたが、ホーム前後の線路は点鉄機きの名残で湾曲している。岩見沢駅管理の無人。駅舎は校内の東側に位置し、単式ホーム中央部分に接している。友人駅時代の駅舎は改築され、入口の戸が自動ドアになっており、 明かり取り窓にステンドグラス調のパネルが設置され、車内に小上がりのスペースが設けられたコンパクトな駅舎となっている。待合所とは別棟で、やはり明かり取り窓にステンドグラス調のパネルが設置されたトイレ棟を有する。交換設備運用廃止後に使われなくなった古線橋は、駅裏の地域と駅前の地域を結ぶ連絡橋として活用されている。 ついたちの平均乗降人員は以下の通りである。岩見沢市役所栗沢市長、はじめ栗沢地区中心部の公共施設は老朽化が進んでおり、緑と夕日の交流プラザとして統合移転が検討されている。その改築案の中には、栗沢駅前広場の一角を利用して建設する案、現在の駅舎を解体し、岩見沢駅や、 収めない駅のような複合駅舎とする案なども出ている。ありがとうございます。